この動画は、エリッチがゆっくりやっていく動画です。攻略動画ではありません。サクサク動画ではありません。たまに音の大きさが左右されます。これらが無理な方は、ブラウザバックをおすすめします。はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、エリッチです。無欲実況第35回ということで、今回はね、聖夜のプレゼント祭りということでね、多分皆さんがね、待っていたと思います。サンタウィッチの方のね、イベントが来てるので、そちらの方やっていきたいと思います。かわいいですね。で、イベント応援ガチャで、サンタ製造&聖夜の天使シリーズがね、出ているということで、そちらの方ね、早速引きたいと思います。一回だけですが、確率は、じゃあ、サンタ製造、星6出るって言ってたよな。キャー。そうやな、星4から星6。サンタ製造、星4、あ、星6が 4%。電子リーズが 26% となってますね。ということで、引きたいと思います。ドン！ほい。あ、いらね。フローさんやった。で、フロー揃えてたらあかんな。まあ、でも大丈夫。うちにはね、とっておきの子がおる。その前にちょっと効果をさせてほしいな。100ブヨポイントサンタサタ高っ。でもあるしね。どうせ今交換しようにもさ、レベルが少ないというか、今持ってもさ、邪魔っていう感じやからな、どうせ。交換しようかな、サンタサタン。えい、やっちゃおう。この時のために貯めてたんや。スキップしちゃったもういいわ、サンタサタン。ゲットー。やってね、貯めてて、かいがったよ。さあ、進化ってどうちょっと待って、ちょっと待って、拡張しよう。ちょっといくらなんでもちょっとこれ空きスペースがないわ。んでんでんで、ちょっと欲しかったこのセーラーのベルの金をいただきます。よし、じゃあということでね、このメンバーに、ね、行きたいなと思います。特攻2体プラス、これは何ぼ、ドロップさんだから12の R2 で、あ、6、あ、一緒か、多分1で6やったはずやし、そうやな、計18個か。ということで、いきまーす。前回頑張って集めてよかった。ギリで。いきなり6連鎖。まだ行く。
結構いきますやん。2つ目のチャンスプレー来ちゃったよ。前回のサーターロードは本当欲しい人がいっぱいいたからか全然できんかったよね。止まったりして、まあその時ランクも低かったから自分のランクもいけるかどうか心配やってんけどな、なんとか1500個集めることができてよかった。でもなチャンスよ、一つ持ってへんかった。お、3個やったね。ほい、かわいい。めっちゃかわいい。そのときさ、かわいいよ。あ、スキル上がった。結構ちょっと強力なスキル。うん、相手探偵を中心攻撃かける6の属性爆裂ダメージを与える。こっち直されたんだよね。4から6に。お、お前が来るのかい。何この絵面。何この絵面。行かない。それそうだもんね、半分減らされてても。ねえ、さすがねえ。さて、今回どこだ。ここだっけ。あ、違うわ、全然違うわ。緑のこと意識してしまった。緑消したらあかんと思って。もう最悪だよね、先輩のスキルあげたのに。
おお、48個すげえ。特攻3体すげえ。力が18個プラスだから最高でも18か。最低で、最低で3対1ゲット。よし、じゃあ次は超上級までカットカット。よし、じゃあ超上級の方行きたいと思います。もうすでに3000個以上は溜まってるんですがね、4000個ね、目標にしてね、やってたんでね、行きたいと思います。窓席欲しいからってさ、いきなりターン。よし、じゃあ行きます。だね、横だね。なんかいっぱい割れたぞい。わお、また。ここ、ここ。次は斜めでこう消すのかな。そうだな。若干残ってた。ああ、間違えた。よし、削れた削れた。月ぷよ倒せば問題ない。ここあって3連鎖、4連鎖いくかな。紫、あと1個来い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 。カモン、うー、来なかった。なんでそっちが来るの。あれ、
いじるか、スキル上がるの早っ。2で袖。え、3、2の終わりでスキル上がるとか。え、こうかな。回復ドロップ多くね。まあその方が嬉しいんですけどね。ここ、あ、ちょっと待って、出されてない。ここ。せや、ハートドロップが。全部なくなってる。消えるの早い。てかそろそろ降ってきてくれ。何で回復ドロップ来ないのかな。次ボスじゃん。ここか。痛い。虹色かやめてし。
あ、違う、こうでいいんや。こうでいいんや。おお、2個来たぞ。倒せないですよね、そりゃ。オーマイガー、一個は変えてきた。もう一個変えてこい。変えてきたこの勝負もらいました。メリークリスマスですわ。私からのプレゼント受け取ってくださいまし。あ、そうや、今日クリスマスイブや、撮影してるとき。おっと、ということで、サンタストームレベル2の4万のかける2倍で8万、45万のダメージ、終わり。計136。ウィー、妖精突破。そしてこれチャンスボス。あ、ちょっと待って、これタイムオーバーしないよね、大丈夫だよね。タイム制はちょっとやばいよ、これは。遅いもん。ですよね。この時にタイムチャンスボスはちょっときついわ。まあどうせ4000、目標の4000いったから別にどっちもいいんだけどさ、今はもうランキング、ランキングなんて関係ねえ。
めっちゃガンガン集まる。今日これ何これって言いたい。今回のイベいつも3000ちょっとっていう感じで終わってんねんけど、今日はやばいよ。今回はやばいよ。ちょっとまだ好きゲットよし、じゃあというわけでね、今回のね、せいやのプレゼント祭りはね、以上で終わります。そして今年の動画は以上で終了かな。あげるとしちゃう次、新年明けてからになると思います。早いね。もうクリスマス、もう一年終わるなんてね。よし、じゃあということでご視聴ありがとうございました。次回はおそらく新年ちなんだガチャかな。去年もやってたんでね、それはだと思います。ということでご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はまだの方、もしこの動画を聞いていただきましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画の再生リストはこちらのボタンからお願いします。パソコン以外の方は説明欄にリンクがありますのでそちらの方からよろしくお願いします。実写チャンネルの開業もいたしました。もしよかったらそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。パソコンで見ている方はこちらのボタンからチャンネル登録の方をお願いします。パソコン以外の方は下の説明欄にリンクが貼ってありますのでそちらの方からチャンネル登録の方よろしくお願いします。また皆様のご視聴をお待ちしています。